実施中。粒よりアーモンドが丸ごとぎっしり。おいしい。アーモンドビッグバー。ヤマトタケルの男にはいろいろタケルの女です。多機能マイコンで朝粥、玄米、炊き込み、象印のいろいろタケル。発進ライトエース、ワゴンの殻を打ち破る、これぞ新領域ワンボックス。ライトエース発進、5日6日はお近くのトヨタオートへ。課長、今度営業に入りました森でございます。やりがいお磨きいたします。大きなやりがいで有名な森君というのは君か。あら、大きくしたいな、あなたのやりがい。就職情報。テレビは音で美しくなる。ステレオ&高画質、三菱サウンドスクエア。例えば大きくて軽いチョコレートがよろしければ軽い軽いバー、ロッテカントリー新発売。上様が貧しい娘オランはやがて将軍の母に。その秘めた思いは誰も知らない。東芝日曜劇場1500回記念花の心、6日夜9時5分。 Say hello, tell him that you love him so, dancing in the meadow. 心に季節を持っている人、ヤマハキュート。パフィーパフィー弾んでおいしいパフィー、ふわふわ。おいしさ弾んで気分もウキウキ、富士屋パフィー。東京都渋谷区代官山町にあるプロダクションがありました。創始者は大里良平。1階のマネージャーから叩き上げで会社を起こした努力の人でしたが、1985年の夏、心筋梗塞のため休止してしまいました。途方に暮れる社員たちの中には、社長の死を喜ぶ者もいました。これで代官山プロは専務の思うがままですな。まあそういうことだな。山崎専務がバカ笑いしているその頃、マンハッタンのアパートに日本から一通のエアメールが届きました。そのエアメールこそは大里良平の一人娘に宛てられた父の遺言状だったのです。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いよいよスキーのビクトリアが千葉、八王子、東大和、大宮にでっかくオープン。スキーはやっぱりビクトリア。ビクトリア、ただいまビクトリア全店ではスキーオープニングセール開催中。スキーはやっぱりビクトリア。ビクトリア。君、熱いコーヒーお湯は沸騰、紙フィルターにもこだわるよ。自分でやったらお任せください。オートです。ナショナルキャリオカ。はい課長、今度営業に入りました森でございます。やりがいお磨きいたします。大きなやりがい DM の森くんというのは君か。あら、大きくしたいな、あなたのやりがい。週刊就職情報。またその話かなよ。連れ込んだか連れ込んだか知らんがね、どこの馬の骨ともわからぬ連中とうちのサザンとジョイントして客が集まると思ってるのかね。馬の骨じゃありませんよ。現にフランスじゃ10万人コンサート開いたってんだろ。もう耳にタグができるほどその話は聞いたよ。本当だ。